むちゃっきょう、かやはです。今回ね、ちょっと、このもっこりフェミニーについて、ちょっと解説していきたいと思います。世界一どうでもいい世界一どうでもいいもっこりフェミ解説。この鹿の仮面っていう魔除けがあるんですけど、これいつもらったかちょっとわかんないですけど、これがちょっと結構レア度低いんですけど、これあるじゃないですか。普通の服って魔除けってこう横につくんですけど、フェミンだけかわかんないですけど、まあ、フェミンのあるスキンだとこう真ん中に鹿を置くことができるというバグだと思うんですけど、多分で、このスキンなんですけど、胴体で変わるんですよね、こうやって。胴体でこうやって変わるんですけど、位置が。まあ、これちょっとね、横なんですけど。あ、ちなみに、魔除けは左ですね。左に置けば、このスキンの時は真ん中に行きますね。で、ちなみにスキンなんですけど、これね、初期スキンでもあって、Steam で買った人は持ってるスキンなんですけど、どれだっけな、休日のなんかラップみたいな名前のスキンがあるんですけど、胴体の これをつけるときは真ん中に行きます。チームで買った人は持ってるはずです。僕はちょっと全部シャードで買ってるんで、キャラクターとか。この初期スキンがさっきの僕が使ってたスキンですね。多分この2つだと思うんですけど、フェミンは。これで、もっこりフェミンできると思うんで、ぜひ使ってみてください。これちょっと面白いんで、ぜひ使ってほしいです。ちなみにこのもっこりフェミ、これつけるとなんか得があるのって言うんですけど、なんもないです。ただつけて自分が笑うか相手が笑うだけです。それだけのためにつける、それだけです。あ、ちょっと待って、立って、じゃあしゃがんで。